海賊くんチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、鈴木ひろぎです。どうだろう、あのプレスリリースを見ていただいた通り、7月2日に、ライジン沖縄にて、平本大也選手と戦うことが決まりました。はい、どれぐらいぶりか、3ヶ月ぶりの試合ですね。あのいつ戦えるかなと思ってたら、この時期でした。沖縄で試合です。ということで、沖縄に会見で朝セントレアから向かって、夜セントレアからセントレアに帰ってきます。日帰り沖縄ですしんどくね。しんどいですね、うん、何もできないんで、ね、沖縄、日帰り沖縄ところ初めて聞いて、まあまあそれはしょうがないけど、うん、まあ、そんな感じでね、試合が決まりました。楽しみですね。なんかナンバーシリーズに出るもんでね、本当になんかミスターランドマークって言っちゃった手前さって話だよね。そうですね、うん、前回セコンドで活躍したんで、そうだからまあ、試合試合セコンドで、まあ、一応3回ともなんだろう、まあ、言ってはいるんだけど、はい、うん、そうミスターランドマークって言った後にこの、ランドマークしか出たくないんでしょって言われたけど、いやそういうわけじゃなくて、むしろ人前出たいっつって、お客さんの前で戦いたい、うん、まあ、見てもらえるっていうのはいいんだけどね。まあまあ何しろ、試合が決まりましたのでね、楽しみにしてほしいと思います。まあ平本選手は、まああれですよね、なんか知名度というか、うん、なんだろう、知名度があるよね。そうですね、うん、なん結構ねコメントとかで平本選手と戦ってほしいってよく言われるんだよね俺、うん、なんかそういう誰々と戦ってほしいなんてもう昔からずっと言われてるから、なんかふーんってぐらいしか俺見てなかったんだけどさ、うん、まあそういうのもあって今回組まれたのかなって思ったりもするんで、まあ見てもらえる試合になるんじゃないかなと思います。楽しみですね。そう、まああれね、そこで試合決まったよって言うと、楽しみだねって結構いろんな人に言われるし、そこの試合見たかったってずっと言われてたから、うん、まあまあまあ求められるならいいんじゃねえのっていう、まあ、個人的にはね、なんだろう、まあ、リザルトで言ったらまだ2戦2敗の選手だよねって、もう本音を言うともう2回ぐらい勝ってからにしてくれよってちょっと思ったのは本音だけど、確かに。何級モンスターですか？うん？何級モンスターですか？何級モンスター？はい、総合格闘家で。ああ、何級なんだろうね、まあ、まだ勝ってない、まあ、D じゃない。 D級モンスター。 D 級だね、悠々白書で言うと D 級妖怪だ、ね、D 級。そう、でもまあキックボクシングだったらもうすごいですもんね、うん、あ、まあ、まあもちろん強いよって。そうですね、だからまあ天秤というか、なんか器は持ってるでしょう、うんうん、そこはまあ冷静に普通にフラットな目で見てねっていう、うん、まあみんな分かってるよね、ストレージングは強いっていう、ただまあまだ MMA じゃないみたいなのは、うん、まあこれは何でもそうだけど、まあ時間かけて培っていくもんだから、うん、そうですね、まあだからあれだよね、 MMA のまだその新人層ってあるじゃん、あのライジンでもさ、はい、ライジンのフェザー級新人層、中間層、この上位層みたいなさ、そういうところの、だから今新人層の争いなんだろうね、うん、向こう3戦目、俺は4戦目っていうさ、うん、そうそうそう、4戦目、うん、新人戦ですよ新人戦まあ強いて言えば他のね、立ち技でなんだろう、まあベルトっていうか名前は作ってきてるから、なんだろう、単なる、3戦目4戦目じゃないのね、もちろん分かってるけど、まあ、何しろ楽しみだし、毎回誰が相手でもフィニッシュすることしか考えてないのは変わらないんで、うん、まあ、今度も、しっかり仕留めに行きたいと思います。お願いします。楽しみだね。そうですね、楽しみですね、うん、ちょうど1ヶ月ぐらいだし、そうそうそう、毎日毎日練習してさ、やっぱあれだよね、このその戦うためにやってんだからさ、まあ、ようやくだよねって、うん、でもなんかいいペースでできてますよね、鈴木さん。そうだね、ライジン来てから、うん、ライジン来てだって俺まだどうだろう、 MMA というか盆栽行き始めてまだ1年経ってないんだよなっていう、うん、でめちゃめちゃいいペースで、そうそうそう、10月お盆から俺お盆明けから去年のね行き始めて、で10月試合、大晦日試合、3月試合で、この7月の、めちゃめちゃいいじゃないですか、うん、ポン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 今できてるよ、めちゃめちゃいいじゃないですか、うん、
まあ、これ買って、ね、そうですね、これ買って、そうですね、うん、だから、今度、まあ、結局試合して勝って、あの戦績作っていかないと、なんだろう、先なんかないからさ、うん、まあ、勝って次っていう、うん、まあ、さっきも言ったけど、なんだろう、素質がある選手なのはもちろん分かってるけど、いわゆるボスキャラではないので、うん、まあ、D 級ですよね。D 級、まあ、ポケモンで言うと、野生の平本蓮が現れた。いや、野生の平本蓮って分かりづらいです。分かりづらいか。ポケモンで言うと、どのぐらいのポケモンですか。どのくらいのポケモンなんだろう、まあ、ちょっとしたのレアポケモンだよね、まあ、名前もあるから。ちょっとしたレアポケモン。うん、東京の森でピカチュウ出てきたみたいな。すげえ珍しいからね。おお、珍しいの来たみたいな。そんな感じです、ね、うん。まあ、そんな感じだね。まあ、うん、どう、北川さん、なんかあるかい。まあ、ここは勝ってもらってね。うん。うん、まあ、誰が相手っていうか、まあ、負けていい試合もねえし、うん、まあ、組まれたらやって、なんだろう、まあ、勝つだけだし。まあ、絶対盛り上がるんで、うん。うん、あとは試合で。盛り上げてもらえれば。もちろん。そうだよね。別になんか試合があろうがなかろうが、やることってあんま変わんねえからさ、今。変わらんすね。毎日毎日。毎日きついっすよね。毎日きついっすわね。本当にきつい。本当に。なんだろう。なんかキックやってる時よりか、なんか練習の頻度がだいぶ上がったなって。別にあの時もずっとやってるつもりだったけどさ、まあ、内容が変わってきたのもそうだけど、やることも、まあ、そうっすね。やることも多いし。うん、まあでも楽しいよ。移動範囲も広くないですか。移動範囲は半端なく広がる、ね、半端ないですよね。週3、4で浜松いるからね。そうですよね、うん、そこも結構あれですよ。まあでもそれもまあしゃあないけど、うん、で笠山入れると田原まで行ったりとかさ。そうですね。車のもう燃費確かに、ね、まあまあまあそれはまあ今こうやって戦えてるのが何よりなんで、はい、まあまあまあ日常的にいろいろといろんな作業はあるけど、うん、やっぱこう戦わねえとね。で、待ち望んだ時間がやってきたから、楽しむだけです。はい、そう。北川は知らないの？僕は大丈夫でしょ。あれやね。いや、うん、僕はまだ。そうだよ。なんだかんだでみんなね、ちょこちょこ試合してるし。そうですね。ちょこちょこ試合して。なんか同じようなことの繰り返しになっちゃうけど、やっぱ単純に楽しみだねっていう、うん、そうですね。沖縄アリーナ、沖縄って初めてじゃないですか、うん、初めて。じゃあ俺は多分本当から出たことないんだよっていう。あ、鈴木さんですか、うん、あ、そう。だから北海道、沖縄とか一応九州、四国も行ったことないからさ。あ、うん、本州から出たことない、ね、沖縄はいいっすね。沖縄ってだってもうバケーションめっちゃ暑そうやつ。あ、それはいいけど、まあ、うん日焼けしたいよってくれて確かに沖縄はね楽しみの。沖縄とかさ、北海道とかさ、なんかそういうとこ行ってみたいんだよねって思いつつ、うん、海外にはしょっちゅう行くけど、なんか日本の中ではあんま行ったことないから、うん、大体今愛知と東京をずっと行き来してる日常だけど、まあそんな沖縄でね、まあいろんなこの各地方で試合するのはまあ慣れてるし、まあ東南アジアでも何度も試合してる人間だからし、その辺は日本だな、日本の遠征を、まあ、楽しんでいきます。そんな感じで。あとは、うん、平本選手に一言なんかないですか。全力でかかってこいや。そのぐらいですか、うん、まあ、そんなね、もうあとはもう戦うだけだから。そうですね、うん、あとはじゃあファンの皆さんに一言お願いします。楽しみにしてください。楽しみにしててください。盛り上がっていきましょう。そんなとこっすかね。そんなとこっすね、本当に。なんかそんな、なんかめんどくせえどうこうじゃなくてね、せっかく体張ってんだからさ、ね、試合で全力で楽しくいこうじゃねえのって話で。楽しみにしてください。楽しみにしてください。お願いします。じゃあ、ではまた、ね。